いいですかね。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、もうお尻は、9時半で決まってるんですけど、まあ、可能な限り、懇親会もやりたいし、あと、パネルディスカッションもやりたいので、やっていきましょう。はい。で、パネルディスカッションについてはですね、ちょっと盛り上がるかどうかは、皆様次第になっております。じゃあ質問はですね、私がもう、緊急的に、考えてきたので、変な質問あるかもしれないんですけど、はい。そうですね。ぜひご回答いただければなと思います。はい。で、質問7個を用意しているので、一回答は、していただきたいなと思っているので、もし、あ、これいける、これ簡単そう、いける、みたいなあったら、もう挙手制で、お願いします。はい。まず、一つ目なんですけど、プロダクト、皆さん、開発されてると思うんですけど、なんかこう、プロダクトが使われるようになったターニングポイント、まあ、そのターニングポイントっていうのは、仕事とか出来事とかでもいいと思うんですけど、なんかそういったお話が聞ければですね、これからサービス開発、プロダクト開発する人にとってですね、まあ、こういう仕事が、きっかけとなった、出来事がきっかけとなったみたいなアドバイスになるかなと思うのでですね、何かこういう、ターニングポイント的なものがあったみたいなお話とか、ある人いますか？あ、じゃあ、ポチさんお願いします。早めに紹介してポチコを開発している佐藤です。ターニングポイントは結構明確にありまして、やっぱりコロナウイルスの時だったのかなと思っていて、で、なんかこうユーザーの動きが変わったというよりも、僕らが感じていたのは、その、事業者さんが暇になったみたいなタイミングだったんですよね、結構。それでなんかこう、普段こう店舗で運営していて、だけど、お客さんが一時的に来なくなった時とかに、あ、じゃあもう普段の業務をもう少し効率化しようかとかだったりとか、で、なんかリサーチしているようで、で、その時に結構こうお問い合わせとかも増えたし、実際登録も増えて、導入増えたっていう経緯があります。で、今でも結構いろんな導入先があるので、一概には言えないんですけど、業務時間中で暇な時に、そういうリサーチ、システムのリサーチしたりとか導入の検討したりしている方っていうのが結構いるかなっていうのは感じているところなんで、割とその正月とか狙い目だったりするかなとか思って、正月の時になんかこう皆さんにメールを送って、こここういうのやってみませんかとかやったりはちょっと試したりしてるところです。ありがとうございます。そうですよね。なんか弊社のサービスもやっぱコロナになって、なんかオンラインで何かをするっていうのが結構当たり前になりましたよね。そのオンラインでミーティングするってこれまであんまりなかったですよね。でもなんかそういうので、その Zoom とか、まあ、Teams とかができて、 Slack とかができて、なんかそのコロナ禍でも仕事をしなきゃいけない、何かしなきゃいけないみたいな時に、こう LINE のプロダクトって結構追い風になりましたかね。弊社のサービスはなったんですけど、まさになんかそういう感じですかね。はい、うん、はい、じゃあ次の質問いきましょうか、どんどん。はい。で、次なんですけど、ですね、プロダクトをどのように広めていますかっていう質問なんですけど、はい、なんかありますかね。この中でも特にめっちゃこう売り上げ出してる、リニーさんとかマトカさんとかあると思うんですけど、なんかどういうふうにプロダクトをこう広めているのか。そうですね、まあね、はい、ソーシャルデータバンクの伊藤ですのは、なかなかズバリっていうのも難しいですけれども、うちの場合はやっぱり口コミというか、なんだろう、利用者さんから紹介してもらうっていうのが、やっぱり多かったですね。なんだかんだで、ウェブ広告とかもやってるんですけれども、まあ、ウェブ広告で数百万とか数千万単位でかけてるのに、口コミの方が売れてるみたいな状況はやっぱりあって、まあ、既存の利用者さんに満足してもらうっていうのは、まあちょっと一朝一夕でできないですけれども、それが一番大事かなというところですかね。すいません、一個聞いてもいいですか？その広告やってるって話だったんですけど、はい、自分も自治体のお仕事とか結構やりたいなと思ってるんですけど、広告と自治体と の相性って どんな感じですか？自治体さんはすごい多分特殊なんで、特殊なのかな、なんですけど、いくつか入っちゃえば早いです。
やっぱその、最初いくつかの自治体さんが入っていくと、うち、公式の問い合わせフォームとかからうちの自治体もこういうことやりたいんですけど、みたいなのが入ってきだすんですけど、結構最初の動きは、大変でしたね。なんか、話聞いてくれるところまでがギリギリぐらいのところでしたね。じゃあ、広告とその自治体との相性はあまり良くないんじゃないかなと。そうです。だから最初の 何自治体かはもう全力で突撃していくしかないっていう。はいはいはい。なるほど、なるほど。あと、広告と相性のいい業種とか業界とかって逆にあったりします？あ、どうですかね。まあ、あと自治体さん、ちょっと自治体さんの話に戻っちゃう。はいはい。自治体さんで言うと、今 DX やってるんで、困ってる人は多いかもしれないです。なるほど、なるほど。だからちょっと自分の不信感、自分ちゃんとした会社ですよ感を出しつつ、アプローチしていけばいけるんじゃないかなっていうのは、肌感としてはあります。広告と相性がいいっていうと、それこそミニアプリの領域なんかは相性いいと思ってて、やっぱり、手軽に入れて終わりみたいな。ワンタイムイベントだと、多分、部署の予算とかも取りやすいと思うんで、キャンペーンとして1日1回これをやりたいですっていう系のやつは、向いてるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。なんか、今、お三方で話してましたけど、聞きたいこととか逆にありますか？大丈夫ですか？はい。自治体って横のつながりが大きいんですよね。自治体の担当者ごとの横のつながり。ちょっと自治体系のコンサルをやってたこともあったんで、間とかでは関係ないところでね、やってたんですけど、横のつながりが多いのと、やっぱさっきほど言われたように事例、似たような規模の自治体の事例があると強いっていうのはありますね。30万人規模の自治体だったらとか、なんか港町の自治体とか、うん、そういうのは結構あるみたいですね。あとは予算獲得の時期っていうのがあるので、そこに合わせてなんか出すっていうのが一つあるかもしれないです。今頃予算獲得、来年度の予算獲得の時期とかになってくるんですよ。で、12月ぐらいに決まってみたいな感じなんで、そういう季節感があるといいかもしれないです。いいですね。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと。次の質問に行ってみたいと思います。これすみません。香川さんに、名指しなんですけど、なんか最近弊社 LINE ミニアプリに挑戦しようと思って、審査一応通ったんですよね。ただですね、スタンプラリーのサービスって、ショットなんですよね。イベントごとに、このアプリケーションを開発してとか、アプリケーションを導入してみたいな形なんですけど、なんか審査にやっぱり2、3週間かかりますよね。で、そのクライアントごとに、なんだろう、審査を申請する必要がやっぱあるんですよね。そうですね。はい、出る LINE ミニアプリ、チャンネルごとに、審査が必要なので、はい、まあ、それごとで、まあ、LINE さんの交渉だと2、3週間、ね。はいはいはい。っていう話なんですけど、ちょっと当社の場合は最初の方からやってるので、うん、結構審査がこなれてる。なるほど、なるほど。間とかの審査ってなったら、もうなんか、ちょっと、まあ、早くやっていただけたりとか、まあ、テクノロジーパートナーっていうのもあるので、まあ、ちょっと、ごにょごにょあったりとかするんですけど、まあ、はい、まあ、そういう時期、期間的な話と、はいはい、あと LINE ミニアプリのチャンネルの項目ってむっちゃ多い。多いです。はい。ですよね。うん、で、なんか、前数えたら50何個とか。はいはいはい。なるんですよね。LINE デベロッパーズの画面とか見ていただいたら、Webhook の URL とか、リフアプリとかだと入れたりすると思うんですけども、まあ、そういった項目から、そのビジネス的な項目までめちゃくちゃ多くて50項目ぐらいあったんですけど、まあ、それを間違わずに入れないと、ちゃんと審査通してくれない。なるほど、なるほど。それが結構大変だったんで、スクレーピングのツールを使って、自動入力するようにしました。なるほど。これは前、リブアップにもちょっと話したんですけど、はい、まあ、そういうツールを作らないと、うちも年間100個とか200個とか、ミニアプリ出してるので、ちょっと追いつかなくなったんで、そういうツールを作ったんで、もし需要があったら、お渡しするかもしれない。その際はぜひよろしくお願いします。声がけてください。じゃ今の回答だと、その審査をやっぱ端折る方法はないと。ミニアプリで提供するのであれば、まあ、地道に項目を埋めて、審査を通して提供する必要があるってことですね。あとは数
出すと LINE さんが、なるほど、またまとか来たかみたいな形で、はい、なるほど、またまとかかみたいな感じで、はい、まあ、通していただけてるんじゃないかなと思うので、はい、またビンゴかみたいな感じでやっていただけ る, なるほど、通りやすくなるかもしれないってことですね。わ、うん、かりました、ありがとうございます、はい、すいません、ちょっとピンポイントの質問だったんですけど、はい、びっくりしました。これは自分からではなくてですね、割とこうライトな質問なんですけど、 LINE API が出たのが確か2016年の年末とかで、2014年ぐらいからの 2月ぐらいにですね、なんかハッカソンがあったと思うんですよね。でそこからこう正式にこうリリースが始まってみたいな流れだったと思うんですけど、なんか LINE API が出る前はですね、なんかどんなサービスの開発とか何をやってましたかみたいなことを聞きたいと質問があったので、ちょっとご回答できる方がいましたら、はい、あ、山下、はい、そうですね、私は株式会社グランドリームの山下と申します。私の会社はですね、ずっと、まあ、アプリケーション開発の受託をやっておりまして、まあ、LINE の、API 開発を始める前から、まあ、ずっと受託をしているというところになりますね。なので、まあ、お客様は、まあ、大小様々いらっしゃったんですけれども、まあ、特に今、先ほど1個前の質問ですかね、今あった通りというかですね、まあ、どうやってお客様を獲得しているのかという話があったと思うんですけれども、まあ、弊社の場合は、まあ、基本的にやっぱりホームページからのオーガニック検索というところが多くって、ホームページを基本、きれいに改装しようっていうふうにやった後に、まあ、かなり問い合わせが来るようになったっていう経緯が、あります。で、その中でですね、まあ、ありがたいことに、まあ、今でも継続して、まあ、ずっとお問い合わせが多い状態ではあるんですけれども、まあ、その中で、やはり私自身も、ずっとそのアプリケーション開発をしていたっていう経験から、まあ、歩み積もりとかって結構あると思うんですけど、まあ、歩み積もりとかなった中でも、まあ、過去の経験を生かして、ミニアプリ開発とか、LINE アプリケーション開発ができるっていうところが、まあ、かなり生きてるところなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。確かに、グランドリムさんのホームページとかめっちゃ綺麗で分かりやすいですもんね。情報整理もされてて、はい、かなり参考にさせてもらってます。ほんと大きめ、バチンとこう入れて、綺麗に、はい。ありがとうございます。いいですね。はい、ちょっと続いての質問です。はい、これも私じゃない方からの質問で、初めてお金を払ってくれたクライアントのお話を聞きたいという問い合わせがあったんですけど、どうですかね。まあ、自分のサービスに対して初めてまあ、お金を払ってくれたクライアントとのなんかエピソードみたいなのがあれば、はい、そんなにないのであれば自分言っていいですか、これ。はい、ですね、自分2018年にザ・ビンゴっていうオンラインでビンゴ大会ができるサービスを作ったんですけど、この時はまだ個人事業主だったんですよね。で、まあ、課金のその仕組みとかもなくて、ただ200人以上使ったら使う場合はお問い合わせくださいねみたいなフォームだけ用意してたんですよ。で、そこで初めてその2018年の12月に新入社員の方が忘年会を企画する必要があると。で、ビンゴ大会するんでこれを使いたいんですけど、使わせてもらえませんかってお問い合わせがあったんですよね。で、その金額に200人以上は1万1000円って書いてたんですけど、ちょっと新入社員なのでお金ないですと。5000円なら払えるんで、5000円にしてもらえませんかみたいな話があってですね。そこは自分も初めてのお客さんだったんで、いいですよと。その代わり、盛り上がったフィードバックとか写真とかを送ってくださいっていうふうに言ったらですね、ちゃんとみんながウォーってやってるような写真を送ってくれて、それを今トップに貼らせてもらってます。はい。っていうのがちょっと嬉しいエピソードも含めて、初めてお金を払ってくれた、クライアントのお話ですね。はい。じゃあ次、ありますか？あ、どうぞどうぞどうぞ。僕もなんか似たような経験があって、一番最初のお客さんがもう本当になんか、なんで登録してくれたのかわかんないっていう、一番最初の時だったんですけど、LINE の予約アプリなんですけど、その、まあ、予約の枠を作って、その枠に人がこう予約していくっていうアプリなんですけど、一番最初リリースした時は、この予約の枠を一個一個全部手で作んないといけないです。もう月曜日から金曜日まで作って、来週になってまた月曜日から金曜日まで作るんですけど。で、その最初のお客さんが、いや、これすごく大変だから、こういうルーティンで入れてくれたりしないかなって言われて、まあ確かに、みたいな気持ちになって、で、システムは作れないですけども、スクリプトだけ書いて、
で、全部、その、定期的にいただいて、こっちでバッ、スクリプト流してみたいなことをやってたんですけど、それをやり始めて、他のお客さんがどんどんついてきたみたいな体験があって、で、そういうのすごい大事だなっていう話と、あとその最初のお客さんが、今でもアメーバブログとかを書いたりしてて、その、長野県の方で、その、フェイシャルマッサージとか、エステっぽいことをこじんまりと一人でやっていて、で、こういう、そのお客さんがすごい印象的で、このお客さんのために作ってるっていう気持ちでやってると、結構その、ターゲット見失わないというか、企業さんとかから来てもやっぱりこういう人たちが使ってるんだ、最終的には、みたいな気持ちになるんで、はい。そういう、ちょっといい話をしたかったです。いい話ですね。そう。なんか、サービスがこう、成長するごとに、なんか初めての売り上げの時の気持ちって忘れちゃいますよね。なんか、売り上げとか数字ばっかり、見て、なんかそういう気持ち大事だなと思って多分、聞いてくれたんだと思います。はい。ですね。はい、じゃあ次の質問いきましょうか。はい。これも自分じゃない方からの質問なんですけど、なんか展示会とかで結構あるじゃないですか。ビッグサイトとかで。なんかそういった展示会系のイベントに出展したことはある方いますかというのと、まあ、その効果はどうでしたかっていう質問なんですけど、ある方いますか？あ、うちは展示会ちょくちょく出して、まあちょっとコロナ中全然出してなかったんですけれども、この前コロナ後で初めて出してってのはありましたね。まあ大変ですよ。大変なんですけど、やっぱり展示会ってその3日間朝から晩まで人がずっと来て自分のサービスの話を聞いてくれるっていうので、まあそのなんかイベント的な楽しさというか面白さっていうのはあるのと、あとはそのウェブ広告とかだと絶対に出会えないような人たち、まあ本当に、まあ大きい会社さんっていうのもそうだし、全然関係ない業界の人っていうのもそうなんですけど、まあそういう人たちと出会える場っていうのでは、すごい面白い場だなとは思っています。あとはその結構社内の団結というか、みんなで頑張るぞっていうのにはなるので、そういう面ではいいかなと思います。売上で言うと、まあ元は回収できるかなぐらいのところで、そんなに爆発はしない。まあ、ちょっと、もう、商品にもよると思いますけど、うちだって、そんな爆発的なって感じではなかったですね。どうありますか？あ、ないのかな？はい。ビッグサイドとかでやってる。あ、そうです。今年行ったのは教育系のエキスポに行ったんですけれども、それより、コロナより前は、そのマーケティングエキスポとか、デジタルエキスポとか、反則エキスポみたいなやつにいろいろ出ていて、で、ちょっとコロナ後明けて、ちょっとそういう業界特化系に行こうかなと思って出てみたっていうのが最近ですね。ありがとうございます。なんか、自分もここ結構気になってて、なんか自治体が、のお客さんが来るようなイベントとかもあるじゃないですか。はい、なんかああいうのも来年チャレンジしてみたいなとは思うんですけど、全然ありだと思います。費用とかって どんな感じなんですか？費用も本当にブースの大きさと、あと装飾をどうするか次第ですけれども、うん、まあ安いのであれば安く出られるとは思いますよ。ああ、なるほど。いや、ただ、僕がアドバイスできることとしたら、はい、やっぱりブースの位置がすごい大事なので、はい、入り口に近いとかですか？入り口とか大通りに面しているところとかを、はいはい、早いうちに取っちゃうのが、なるほど、やっぱ大事かなと思います。なるほど。あとは気合です。気合ですか？むっちゃ人がいるんで、はい、そこに対してちゃんと声をかけるっていう。あ、なるほどな。気合でなんとかなると思います。なるほど。気合ですね。じゃあ、ちゃんと人を配置して、もう通ったら絶対声かけてね、みたいなことを言っとくとかですね。あ、そうだよね。なるほど。ちょっと結構心折れるんで。なるほど。結構やっぱ無視される。はいはいはい。するわけですよ、当然。言いませんか、はい、みたいな話。なるほど。強い心で挑む。なるほど。どうですかですね。ありがとうございます。最後の質問なんですけど、あ、これちょっとすみません。下まで行かなくて、あれですけど。今、国の補助金とか助成金とかが結構ガンガン出てると思うんですけど、なんかこういうのを活用した事例とかって皆さんあったりしますか？逆で、ある場合は、なんかどんな補助金とか助成金があるのか知りたいというお問い合わせがありました。ここはなさそうですね。使ってないですけど、営業を受けたことある。営業を受けた話をまた聞きなんですけど、
なんか自分、お客さんがその IT を導入するときに、まあ半分とか、ものによるんですよ。3分の1だとか、支援を受けられる仕組みがあって、なんだったかな、ちょっと後でちゃんと。IT 導入補助金ですね。で、なんかランクがあってみたいな。で、初期費用とかに使ったりするんですけど、で、お客さんに申請してもらうとすごい効率悪いんですよね。結構大変でして、受かるか落ちるか分かんないのに、システムの発注の話を進めないといけないみたいになるんですけど、結構それを専門的にやってる業者さんがいらっしゃったりして、で、90何パーセント通りますみたいな話だったりして、で、どういうスキームかというと、うちというか、そういうアプリ提供者が、その導入斡旋企業になるみたいな登録をするんですよ。そうすると、お客さんに対して、こう、斡旋をすることができて、そのお客さんが、その、まあ、実質、じゃあ、うちがそれをやっていたとして、その業者さんが裏で動いてくれるんですけど、代わりに全部こういう風にしてくださいみたいなやつをやって申請するみたいなので、まあ結構手間なくやって 20% くらいかな。確か手数料として 20% くらいくださいみたいな話だったと思うんですけど、それでもじゃあ500万の半額250万とかだったりすると20% とかやっても、全然お客さんにとってもいいし、うちとしてもちょっと値上げしてもやってくれたりするので、そういうスキームがあるらしいです。なるほど。興味ある人は言ってください。メール掘り返すんで、はい。はい。ありがとうございます。はい。なるほど。知見ですね。はい。ありがとうございます。で、考えてきた質問は以上で、なんか会場の皆さんから質問あったりしますか？なかなか、やっぱ発言しにくいですよね。で、時間も押してるので、ちょっと懇親会に行きましょうか。はい。という感じで、パネルディスカッションは以上です。はい。じゃあ、そうですね。じゃあ、配信もここで、終わりになりますので、会場にいる皆さんも、オンラインで聞いていただいている皆さんも、今日はありがとうございました。はい。また、このイベントは1回、2回と続く予定なので、ぜひ次回も参加していただけたら嬉しいです。はい、本日はありがとうございました。